Alright, hello everyone, I'm Azul. Let's watch Demon Slayer Season 4, Episode 7. Let's go! All right, now it's your turn, guys. いった!炭治郎いった!くそー!負けたぜ!テンプラ!テンプラ!諸突申し!Oh! Oh, he also did it! Let's go! Come on, Zenitsu. You can do it too. Ooh, come on!俺だけじゃん。なんだお前。俺まだ岩動いてないから、次の稽古には進めないからな。あんまりせかすなよ。何？That is a letter. 何？手紙？一丁脱水症状だ。急激に滝のように汗をかいて水を飲んでなかったから。 Oh no, someone help him please. ここで死にそう。誰か。 There you go. あ、生きてる。ありがとうございます。岩の訓練を達成した。 Alright, what next? それに加えて里での正しき行動。君は刀鍛冶の里で鬼の妹の命より里の人間の命を優先した。あ、それは恥じることはない。君は剣士の鏡だ。自分の正しき行動を誇るといい。いいえ、違います。決断したのはねずこであって俺ではありません。 Wait, oh yeah, ねずこ kicked him. 認められては困ります。だから俺のことを簡単に認めないでください。うん。疑いは晴れた。誰が何と言おうと、私は君を認める。OK。かまど炭治郎。私は昔、寺で、身寄りのない子供たちを育てていた。カズノリ!おせえぞ!わーれ!しょんべんしたくなったさ!どうしたんだ?さよのお魚、先生にあげる。先生、ガリガリだもん。もっと食べて。Oh yeah, he's super thin. そうか。It's different with the future one. いただきます。いただきます。ところが、ある夜。What? There is a demon coming to his place? Ah yeah.言いつけを守らず、日が暮れても寺に戻らなかった子供が鬼と遭遇し、自分が助かるために寺にいた私と8人の子供たちを鬼に食わせると言ったのだ。What? 私の住んでいた地域では鬼の脅威の伝承が根強く残っており、夜は必ず藤の花の香炉を焚いていた。その子供は香炉の火を消して始末し、寺の中へ鬼を招き入れた。The hell, bro? How can you? 誰ですか？すぐに4人殺された。残った4人を何とか守ろうとしたが、
三人の子供たちは私の言うことを聞かない。私を当てにせず逃げ、喉をかき切られて死んだ。Oh, shit. 当時の私は食べるものも少なく、痩せ細っており、気も弱かった。さらには目も見えぬような大人は何の役にも立たないという、あの子たちなりの判断だろう。姫島さん、目が。Yeah. 私の言うことを聞いてくれたのは、一番年下のサヨだけだった。サヨだけが私の後ろに隠れた。私は何としてもサヨだけは守らねばと思い戦った。あは？おう！鬼に襲われなければ死ぬまで私は自分が強いということを知らなかった。私は夜が明けるまで鬼の頭を殴り潰し続けた。駆けつけてきた者たちに、あの子はこう言った。あの人は化け物。What the hell? あの人がみんな殺した。そんな。恐ろしい目に遭い混乱したのだろう。まだ四つの子供だ。無理もないこと。Ah, okay. 子供はそういう生き物だ。しかし私は、それでも、サヨにだけはねぎらってほしかった。私のために戦ってくれてありがとうと言ってほしかった。その一言があれば私は救われた。しかし子供はいつも自分のことで手一杯だ。鬼の屍は塵となって消え、子供たちの泣き殻だけが残った。Yeah. 私は殺人の罪で投獄された。親方様が助けてくださらねば私は処刑されていた。それから私は本当に疑り深くなったように思う。君のことももちろん疑っていた。しかし君は逃げず、目をそらさず、嘘をつかず、素直でひたむきだった。君は特別な子供。大勢の人間を心の目で見てきた私が言うのだから、君が道を間違えぬよう、これからは私も手助けしよう。頑張ります。ありがとうございます。私の訓練は完了した。Okay, what's next? よくやり遂げたな。Is everything done now? これ食べたら俺、義勇さんとこ行くけど、玄也も来るのか？いや、いけねえよ。岩を一丁も動かせてないし。俺はあともう少しだぜ。呼吸使えねえからな、俺。お前呼吸使えねえのか！ザコが！ Bro！ どけ！一緒に行けるなら道すがら話そうと思ってたんだけど。何を？風柱のお兄さんのことなんだけど。お、あの人はさ。What？ Did Tanjiro smell something good？About his brother? あ、善逸、ここにいたのか。岩、動いたか？いや。Oh, about the ladder. What is it about? 大丈夫か？善逸、ここしばらく喋らないし心配で。
そうか。よかったな。Wait, what happened, bro? 俺は何かあったのか。Yeah, what happened? 俺にできることがあれば何でも。炭治郎は、お前は本当にいいやつだよな。ありがとう。これは絶対に俺がやらなきゃダメなんだ。What? What the f*** is happening?Is it about his grandpa? Zenitsu's grandpa? What happened with him? Is he dead? Or wait, I think he's already dead long time ago. So what happened? What is the letter is about? Zenitsu, 大丈夫かな? Of course, no. これ、義勇さんのいるところはこの辺りでいいんだよな。Oh, yeah, the last training is Giyu's training. Oh! Ha! Hiya! Kaze no kokyu! Ichi no kata! Jinsen pu sagi! Demo...Yeah, yeah, right. He can see it. Does that mean his eyes is getting faster also? Oh!殺し合ったらいけませんよ。うるせえんだよてめえは。え、いやいや真面目です。品津川さん、おはぎ大好きですよね。品津川さん家で稽古つけてもらっていた時、ずっとほのかにもち米とあんこの匂いしてたし。あー、品津川はおはぎが好きなのか。美味しいですよね、おはぎ。腰お。あれだ、あれ、義勇さん。品津川は怒ってどこかへ行ってしまった。そうですか。Well, he's always angry, though. 俺はうまく喋れなかったし、品津川はずっと怒っていたから。でも品津川の好物が分かってよかった。今度から懐におはぎを忍ばせておいて、品津川に会うとき、あげようと思う。ああ、それはいいですね。そうしたら、きっと仲良くなれると思う。でもそうします。I doubt it. かまど炭治郎。野郎が水ささなきゃ。くそが!一体何なんだあいつ!調子の狂ったガキだぜ、本当に。 No, what's wrong with you? Why are you always angry, bro? Finally! Someone noticed this shit. Ew. なんだ、これは。侵入された。Tell the others, bro. Is he here? Oh no. What is that sound effect? That feels weird.Oh. Wait, there is something on the end like this? Actually,
I feel like more worried about the wife. I mean, Ubayashi, I forgot his name. Gonna dead anyway, right? Because he is super sick. But what about his wife? Will she got killed by Muzan tonight? I hope no. Yeah. Kitano kai. Hmm. Hajimemashite da ne. Huh? Oh? Kibutsuji. Muzan. なんとも醜悪な姿だな、うぶ屋敷。今回は稲津川さんを紹介します。 They really met, bro! うぶ屋敷 with Muzan. This is bad.Will Muzan kill them both tonight? Or will there someone help him? If there will be someone help Ubuyashiki, who that will be? One of the Hashira? But they all are busy with the training, right? Except Kocho.What is Kocho doing right now? I'm not really sure. Is she studying Nezuko's body? Well, even Kocho come to help Ubuyashiki, she got no chance to fight Muzan, right? Muzan is in another level. He's like the last boss, bro. Yeah.And what happened with Inosuke? Why is he so quiet now after he got the letter? What is the letter is about? And what happened with his head? His head was bleeding. Alright then, I think we will find that out, figure it out in the next episode. So let's just jump to the next episode.Alright then, thanks for watching. I hope you enjoy watching my reaction as me enjoy watching the show. Please consider to subscribe. Once again, thank you. Bye.